はい、こんにちは、ゆきおです。今回はこちらのプラモを作っていきます。モデロイドの新幹線変形ロボ、シンカリオン、シンカリオン N700A のぞみです。さあ、シンカリオンのモデロイドシリーズも着々と新商品が出てきてますね。パッケージ全体を見ていきましょう。こんな感じになっております。点目、そこ。はい、では、ちょっとおさらいをしていきましょう。 N700A シンカリオンのぞみ、単体からの変形はこんな感じですね。今までのシンカリオンだったらこれで終わりだったんですけど、アドバンスですからね。こちらです。アドバンスモードがあります。いろいろね、武装が増えております。頭も派手になってますね。こちらのモデロイドでは2種類のキットが楽しめるようになっております。モデロイドのシンカリオンは新幹線モードには変形しないんですけど、こちらの N700A に関してはアドバンスモードへの武装ですね、武装強化ができるようになっております。ちょっとプレイバリューが高いですね。他の解説も見ていきましょう。アドバンスドノーマル両モードに組み替え可能、ドラゴンナックル着脱可能。この背中のモールドっていうかね、これすごいですね。竜の背骨みたいに、尻尾が生えております。で、今回もね、色分けと、色分けというか着色済みのプラモデルになってます。さあ、それでは開封していきましょう。はい、まずは出てきたのはシールですね。シールが出てきました。そして、何かパーツリスト、整合表がついてますね。そして説明書です。これ後で見ましょう。そして結構ね、今回ランナー多いですね。こんな感じになっております。ABCDEFG のランナーはこんな感じです。はい、残りのランナー一覧はこのようになっております。はい、今回もね、もうランナーの状態のまま、いろいろなところに塗装が施されております。さあ、それでは説明書も見ていきましょう。表紙はこのようになっております。 CG イラストと、シールの貼り方が載ってますね。これが表紙です。で、パッと開くと彩色見本ですね。それぞれのモードで載っていて、部品一覧表が載っています。そして、ここから番号順に、組み立てですね、組み立て方法が載っています。1からスタートして裏面に続きます。裏面に続くとこういう感じですね。順々に組み立てていって、そしてアドバンスドモードへの組み替えが載っています。で、最終的な組み立てですね。はい、説明書一覧はこんな感じ。お、そして新製品のこのシンプルスタンドありますね。これ見かけたらまた欲しいですね。今まではね、Amazon の超激安のパチモンみたいなスタンドが買ってたんですけど、ね、それがちょっとかなりいっぱいあるんで、それがね、へたれてきたらこれ買いたいなと思います。やっぱりね、純正の、メイドインジャパンのこういうのが欲しいですよね。はい、そして整合表ですね。これ別に、番号が間違ってるとか、組み立て方が間違ってるとかではなくて、塗装済みのね、ランナーが、説明書では塗装済みになってなかったという、そういう説明書ですね。だから特に問題ないです。
シンカリオン N700A のぞみ完成しましたので一周見ていきます。はい、全体はこのようになっております。すでにね、武器は取り付けた状態で、回しております。はい、では足回りから近くで見ていきましょう。足の裏のモールドはこのようになっております。そして足回りから見ていきます。トリコロールカラーでまさにヒロイックですね。これが主役でもねおかしくないカラーリングですよね。まあ、N700A といえばもう新幹線の中でも花形中の花形ですからね。ワンポイント、塗装を加えるとすればこの辺の車輪とかね、塗れば結構雰囲気出るんじゃないかなと思います。あとはねこんな感じで色分けもバッチシですね。この辺はシールです。でここはね元からランナーに塗装が入ってます。それ以外はまあ大体成型色での色分けですね。こういう細かい、模様部分、ここはシールですね。そしてヌンチャクですね。枕木ヌンチャク、これも黄色の部分は塗装が入ってます。そしてブレードのねこの水色の部分も塗装ですね。そんな感じでね成型色のプラの色分けと塗装とシール、この3段構えでね、各所塗り分けが完璧に行われております。もうほぼねほんと塗り分けいらないぐらいですね。これほんと凄みですからね。ヒロイックですね。めちゃくちゃかっこいい。顔周りです。顔周りはこんな感じです。はい、では続けて可動も見ていきます。まずは頭部ですね。頭部ボールジョイントで接続されておりますが、上方向はねこの程度向けますが、下ですね、下はあんまり向かないですね。これが限界ですね。で、回転は、一応型の部品があるんですけど1回転可能ですね。はい、こんな感じです。で型はまずはボールジョイントですね。接続がボールジョイントでこのようにグリグリ動きます。1回転も可能。横への跳ね上げ、まずは肩アーマーですね。肩アーマーが結構いきますね。肩アーマーだけで90度ぐらいまで曲がります。で内部の肩関節ですね、ちょっと干渉があるのでさっきロールを紹介しておきましょう。ロールは1回転可能で、避けながらだと、はい、こんな感じですね。これぐらいまで上がります。で、二重関節の肘、横から見るとこんな感じですね。手首はボールジョイントで自由に動きます。ボディは、腰の部分でボールジョイントが入っております。このように、自由に動きます。回転も可能ですね。でフロントアーマー、フロントアーマーは、これぐらいですね。リアアーマーは、動きません。そして、股関節、股関節は軸関節ですね。このように軸で接続されております。フィグマジョイントみたいな感じですね。で股関節の可動範囲は前方向はこれぐらいで、後ろはねリアアーマーが構造上邪魔をしてこれ以上は後ろに行かないですね。で横方向の、開脚はほぼ真横ぐらいまで行きます。足横のバインダーはこれは1回転可能です。軸接続です。で膝も二重関節になっております。ほぼほぼ正座ぐらいまでいけますね。で足首は、ボールジョイントですね。翼同様の、ボールジョイント構造で、このように自由に動き、さらに接地角度ですね、横方向の回転軸、これぐらいまでいけますね。ポーズをつけるとこんな感じです。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。
144分の1の HG ガンダムと比べるとこれぐらいです。同じくモデロイドの E5 ハヤブサと比べるとこんな感じです。大きさはほぼほぼ一緒ですね。はい、それではここからはアドバンスドモードに換装していきたいと思います。劇中ではね、中間車両1両がそのままバラバラに変形して各部に取り付くんですがね、モデロイドでは変形機構はないので各部部品の取り替えになります。まあ、プラモ的に考えればね、これ変形とかじゃなくて、ノーマルモードとアドバンスドモードの、2種類のモデルから選べるコンパチブルキットと思えばいいんじゃないでしょうかね。うん、そんな感じだと思います。ではアドバンスドモードに換装していきましょう。まずは、ノーマルモードから武器類を取り外します。そして拳も取り外します。反対側も同様ですね。そしたら、頭部も交換ですね。頭部も、変形は難しいので丸々交換になります。そして、角になる部分ですね、せり上がって角になる部分、ここも、取り外します。足回りの部品を取り返していきます。まずはつま先の青い部分ですね、ここをちょっと一回外そうか。ここを取り外して、そしてアドバンスドモード用のつま先に、取り替えます。こちらが、ノーマルモード用のつま先で、アドバンスドモード用はこんな感じですね。左右ともにアドバンスドモードのつま先へ取り替えましょう。そしたら次は足の裏の白いパーツを取り外して、これ後で使います。中のフレームを一旦上下に分解します。そして中間部品ですね、中間部品を挟み込んで足を伸ばします。でもう一回再度取り付け、この時点でね、これぐらい長くなっております。で補強パーツですね、後ろから、各部品を止める補強パーツを取り付け、さらにそれからその上から、先ほど取り外した白い部品を取り付け、はい、取り付けた状態で足の長さはこんな感じになっております。反対側もね、同様の要領で白い部品を外して一旦フレームを上下に分離、中間パーツをかましてフレームを戻す、補強パーツで、各パーツをつないで白いカバーを取り付ける、そして、先ほどの足首、足の乾燥はこれで終わりです。そして、膝アーマーですね、膝アーマーを起こします。次は、肩アーマーの乾燥です。劇中ではね、この上の天面部分ですね、ここはパカッと開くんですけど、モデロイドではそれがちょっとできないので一旦上のカバーを外して、そして、展開状態のカバーを取り付けます。交換ですね。はい、展開した状態はこんな感じになります。左右で比べるとこんな感じですね。じゃあ反対側も取り付けていきましょう。展開後のパーツを取り付けます。そして後ろですね、ここは展開可能です。このように展開します。左右とも展開、そしたら、バックパックパーツを背中に取り付け、そして、展開後の顔ですね、こちらを取り付けます。あ、顔はね、両方どんな感じか見ておきましょう。はい、ちょっと顔もね、展開前と展開後でどんな感じか見ておきましょう。こんな感じですね。こちらがノーマルモード、そしてこちらがアドバンスドモード、こんな感じですね。違いはこんな感じです。ではアドバンスドモードの頭を取り付けて、左腕に車止めシールドを取り付けます。車止めシールド全体はこんな感じになっております。すでに拳が中にありますね。盾を持った状態の拳が中に造形されております。全体はこんな感じですね。はい、これを取り付けます。スライドしながら腕に差し込みます。ちょうどね、ボールジョイントがあるのでボールジョイントに差し込んで、はい、これで車止めシールド装備完了。右腕にはドラゴンナックルを取り付けます。ドラゴンナックル全体はこんな感じです。
竜のね爪のようなものがついております。そして腕もね表情のついた平手が取り付けられています。ここボールジョイントですね。はい、全体こんな感じです。そして、ね、中にここにジョイントがあります。これを腕に接続します。はい、これでアドバンスドモード完成です。 N700A アドバンスドモード完成です。では一瞬見ていきましょう。かなりいかつくなりましたね。全体はこんな感じになっております。おっと、尻尾は寝かしておきましょう。はい、こんな感じです。なんかねワイルドですよね。野生味あふれるシンカリオンって感じです。はい、では近くで見ていきます。まず足の裏ですね、こんな感じになっております。つま先がだいぶ長くなりましたね。そして、この分足が伸びた分、下の方に、黒い内部フレームですね、内部フレームが露出しております。下半身はねそんなにボリュームアップしてないんですよね。はい、下半身周りはこんな感じです。ぐるっと一周回って後ろ、この尻尾がすごいよね。シンカリオンに尻尾ってこの竜の、骨のような尻尾ですね。この辺がかなりね異端ですね。異端でシールド、腰回りからのなんといっても特徴的なのはこのドラゴンナックルですよね。この爪の生えたナックル、そうそうそう、全体的にね某バルパトスを思い出すようなワイルドな造形ですよね。うん、端正なヒーローロボットから、異端ロボにパワーアップしたって感じがしますよね。背面、そして、胸周りから顔周りです。顔ねかなりいかつくなりました。うん、なんとなくね角周りを見ると、ドラゴンっぽいですよねやっぱり。はい、では変更された部分だけ角を見ていきましょう。まずは頭部ですね。頭部全体が変更されてますけど可動箇所は一緒ですね。うん、相変わらず下には向きにくくなっております。上もちょっと可動範囲狭まったかな。はい、そして肩の展開したアーマー、ここはボールジョイントになってます。自由に動きます。そして根元の部分もね回転軸が入っております。こんな感じですね。でドラゴンナックルですね。拳はボールジョイント接続です。範囲はねそんなにでかくないですけど、まあまあこんな感じで動きます。回転も可能ですね。ドラゴンナックルの爪ですね、爪がこのように動きます。ちなみにドラゴンナックルはこちらの平手以外にも握り拳も付属しております。シールドには特に可動は追加されてませんね。足回りもねパーツが間にかまされただけで特に可動範囲は変わってません。背中に回るとここですね、展開した部分ですね、ここ稼働が可能です。で、バックパックの尻尾部分ですね、尻尾は付け根でまずこのように動いて中間部分でもこのように折りたためるようになっております。この表情付けにいいかもしれないですね。例えば滑空してる時とかね、滑空はしないんですけど宙に浮いてる時とかね、こういう風にちょっと曲げた感じにするとかいろいろできそうですね。ポーズをつけるとこんな感じです。アドバンストモードの大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。 E5 ハヤブサと比べるとこれぐらいになります。足のフレームが延長されたので、まあ、身長はね高くなってるんですが、やっぱり追加武装による上半身のボリュームアップですね。横幅もだいぶ広くなっております。はい、というわけで今回の動画は新幹線変形ロボシンカリオンモデロイドの N700A のぞみでした。これ毎回言うてることですけどね、シンカリオンのモデロイドシリーズはね本当まさに進化ですね。
新製品が出るたびに進化ポイントというのがねどんどん見えてくると思います。これはちょっと組み立て中に解説するべきやったんかもしんないんですけどね、各パーツのね組み合わせというか組み立てやすさですね、今までのシンカリオンと違う部分は組み立てやすくなっていたりね、部品が抜けない構造になっていたり、その辺のね設計的な面でのパワーアップというかまさに進化が見て取れた部分がありますね。前回までのフォーマットをそのまま流用して使ってるという感じはね全く組み立てててなかったですね。あ、こういうところ新しくなってるとかね、もうそういう細かい進化ポイントっていうのがね組み立てながら分かってるところが分かっていくところがねちょっと面白かったと思います。あとはモデロイドのシンカリオンはプロポーションと可動重視ということで、ね、変形はオミットされてるので、まあその辺はね個人的にはねその割り切りがすごくいいなと思います。例えばね今回もアドバンスドモードとノーマルモード、これ変形とかどこにも書いてないんですよね。2種類のモードが選べる組み替えによるコンパーチブルキットっていう言い方はね僕は大好きですね。コンパーチブルキット、この響きだけでね普段から組み替えて遊ぶもんではないっていうのがね分かるところは僕がいいと思います。コンパチならねどっちかのモード、好きなモードを自分で選んで飾っとこうかという気にもなりますし、もしかしたらね両方のモードを飾るために2つ買いする人とかもいるかもしれないですしね。まさにこれからの時代はね本当これですよ、組み替え変形なんて未練がましい名前はやめてね本当コンパーチブルキットにするべきです、全部ね。僕はそう思いますね。それなら僕も全然文句はないです。さあそしてこれを組んでる時点でね、500こだまとタイプエヴァ両方予約が始まりましたね。あれはね写真見る限りめちゃくちゃ今からも楽しみですね。特にねタイプエヴァですよ、色分け大変ですよね。あれ写真見る限りではね結構頑張って塗装分けしてるみたいですけど、塗装分けかちょっとシールかまだ分かんないですけど、いやどういう風に来るのかもうほんま今からちょっと楽しみですね。その辺のねタイプエヴァとかのポチりました動画はサブチャンネルの方にね、上げておりますので、よかったらねそちらの方も見てもらえれば嬉しいです。はい、今回はこんなところですね。これ以外にもプラモデル、フィギュア、おもちゃの動画いろいろ上げておりますので、よかったらねそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。